一番手のチームは大阪府吹田市を中心に活動していらっしゃいます関西大学学生チーム関前の皆さんです。一瞬にかける情熱、底なしの明るさと優しさ、生涯力強く生き抜く決意という三大コンセプトを胸に熱く活気あふれた演舞をご覧いただきます。それでは関西大学学生チームの学生チーム関前の皆さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。大阪府吹田市にやってまいりました関西大学学生チーム関前です。関前です。第15回桜よさこいの審査1本目、我々関前が飾らせていただくこと大変光栄に思います。ぜひ踊り子の表情と声にご注目いただけたらなと思います。それでは準備が整ったようなので、最高の仲間を呼びたいと思います。楽しい乾杯の時間だ。改めましてこんにちは、関西大学学生チーム乾杯です。これを披露させていただきます演舞は関前2018年度演舞いざ。テーマは大阪の陣。豊臣軍のどんな逆境にも諦めず思いを貫くその姿を演舞で伝えたいと思います。この桜よさこい、そしてこの会場を私たち関前の情熱と元気で満開にしたいと思います。踊り子一同精一杯演舞いたします。ご声援のほどよろしくお願いします。この会場を全力で盛り上げる準備はいいか。それでは抗え願わぬ定めに貫け掲げし思いを、我ら豊臣いざ。これより見せるは何はを背負い戦火をかけた気高き武士の戦は、決意を胸にいざ旗上げよ、集い響かせ高なる鼓動、我らは豊臣秀頼。我ら豊臣、願うは一つ、国家安堵、太平の用意かけ。我が家康の引き裂くとはこのたわけが。もはや日の本は我が物よ。時が来た。いざ迎えて。さあ、みなぎる闘志を刃に込めて、力の限り、さあ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 。秀頼よ、その首かけが。そらせよ。とっていったっしゃ。現る銃口が終わりを告げる。ああ、こっちを見た。ついに銃口を我が手に。潔く切るよって。主君を失い、なんだか頬を伝える。
果てに、この戦はもう。この命まだ尽きぬ。豊臣の誇りを胸に、さあ再び立ち上がれ。我ら最後の決戦、いざ。最高の笑顔で礼。ありがとうございました。ありがとうございました。関西大学学生チーム関前の皆さん、ありがとうございました。